ウェンディ・ローレンスはアメリカ海軍の大佐、ヘリコプターのパイロット、技術者でアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。海軍兵学校の卒業生として女性で初めて宇宙を飛行した。また彼女はロシアの宇宙ステーションミールも訪れている。彼女はコロンビア号空中分解事故後初めてのミッションである STS-114 で ミッションスペシャリストを務めた。趣味はランニング、ボート、トライアスロン等で未婚である。ローレンスはフロリダ州ジャックソンビルで海軍飛行士の一族に生まれた。父はベトナム戦争中の捕虜経験で知られるウィリアム・ P ・ローレンス中将で、ウェンディが士官候補生として入校していた1978年から1981年の3年間。 海軍兵学校長を務めた。ローレンスは1981年に海軍兵学校を卒業し、1982年7月に海軍飛行士となった。ローレンスは6種類のヘリコプターで1500時間以上の飛行経験を持ち、船からの離着陸も800回以上経験している。第6ヘリコプター戦闘支援部隊に配属している時、とき 彼女は女性として二番目に長くインド洋に配属されていた。1988年に修士号を取得すると彼女は対戦水艦ヘリコプター部隊のアルファ班の責任者となった。1990年10月から彼女は海軍兵学校の物理学講師と女性初心者の教官を務めた。2003年10月。 スペースシャトルのタイルを調べるローレンス1998年6月、ミールに登場中のローレンス2005年8月、デスティニーで、ジェームズ・ケリーとローレンスは1992年3月に NASA の宇宙飛行士の候補となり、1992年8月から、ジョンソン宇宙センターで訓練を行った。1年間の訓練を経て、彼女はミッションスペシャリストとして採用された。 彼女の役割には、シャトルアビオニクス統合施設で飛行ソフトウェアを検証すること等も含まれていた。彼女は1995年3月2日から18日に行われた STS-67 で初飛行し、フライトエンジニアを務めた。その後彼女は、シャトルミールプログラムのモスクワでのアメリカ側の責任者として、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで、 NASA のオペレーションを担当した。1996年9月、彼女はミールへの4ヶ月の滞在のバックアップとしての訓練を開始した。ミールのシステムとミールへの乗組員の輸送について、彼女が知識と経験を持っていたことから、彼女は1997年9月25日から10月6日の STS-86 と1998年6月2日から12日の STS-91 にも登場した。STS-114 でもミッションスペシャリストを務めた。4度の宇宙飛行で彼女は1200時間以上を宇宙で過ごした。彼女はリターンツーフライトのミッションで物資の輸送とロボットアームの操作の責任者を務めた。このミッションは2005年7月26日から8月9日まで。 行われ、検査法の新しい手順の評価とシャトルの熱、保護システムの交換が行われた。ローレンスは2006年6月に NASA を退職した。ありがとうございます。